さあ実践曲でサトルさんがにぐれですね、オーバーヒート。さあどうなったでしょうか。いざ。素晴らしいですね、オーバーヒート。差がつかないんですね、あんまり。さあ、運命の準決勝最後の1名ですが、決勝に上がる、どうなったでしょうか。トロスコア。さあ結果は1位サトルさんですね。1位がサトルさんで、2位が、シスターさんで、サトルさんおめでとうございます。シスターさんはそのまま敗者復活戦の方に進んでいただくという形で、4名の方お疲れ様でした。さあそれでは、決勝に進む最後の一枠をかけて敗者復活戦ですね。先ほど A グループの2位だった方から順番に、 A グループ2位が、A グループ2位のペガサスさん、 B グループ2位のセータさん、 C グループ2位のシスターさんによる3人の敗者復活戦を行います。課題曲ですが、敗者復活戦は、抽選を行います。抽選で2曲引いて2曲プレイしていただいて、合計点が高い1名が決勝へ進出となります。さあ入れ墨さんがじゃあ代表して課題曲、いや絞ってるんで、これどれ出ても大丈夫、絞ってる、絞り切ってないんで。あ、全員3人がエクセしてる曲です。ジュークボックス。あ、じゃあマッチングまで進んでください、マッチングまで。配信台の方でシスターさん、会場のモニターの方の台で、ペガサスさんがプレイするということで。2曲です、2曲、ノーマルの、そうですね、このモードで2曲で、モアで2曲にしてください。 Welcome to Ubeat Pro。 Information。 はい、決定しました。1曲目エクジスタンス、2曲目アネモネです。さあ1曲目プルーフ、2曲目アネモネの、2曲で勝負していただきます。さあマッチングまでいきましょう、マッチング画面いってください、マッチング画面。決勝やっていきましょう、シスターさん、ペガサスさん、セータさんの3人で行います。あ、決勝じゃない、敗者復活戦、敗者復活戦。1曲目がプルーフオブジーエグジスタンス、2曲目がアネモネですね。セレクトミュージック。じゃあ行きましょうか、1曲目プルーフ。
OK です。 Select difficulty。 First tune。 Ready? Go!差ないですね。1500点ぐらいですかね、3位と1位の差が。リザクリア。さあどうなるか。Select music. さあ、OK ですよ。はい、2曲目。ごめんなさい、2曲目いきましょう。あれもね。Select difficulty.Final tune. Ready? Go!
さあこれはすね見せた、最後に見せたシスターさんの意地、2グレートですね。さあ素晴らしい、すごい緊張感のある試合でした、見てて。さあじゃあ結果の方一応見ていきましょうか。トータルスコアランキング You're in first place。 さあじゃあ1位のシスターさんが決勝進出ということで、さあこれで4人の決勝進出者が、出揃いました。いよいよ、セカンド RC 最後の試合ですね、決勝戦の方をこれから行っていきたいと思います。 Thank you for playing。それでは、決勝進出者の4名の方、こちらに集まっていただいてよろしいですか。4名の方、はい、じゃあそれでは1人ずつ、意気込みの方をいただこうと思います。最後の決勝戦進む名、まず浩平さんから。浩平さん、はい、じゃあ一言お願いします。ちょっと緊張してやばいんですけど、まあ、とりあえず頑張ります、はい、お願いします。さあじゃあ2人目の代表ですね、シオンさん。さあ見事な2連エクセでしたが、今やる気 200% です。200%です。はい、頑張ります。さあで、3人目の代表ですね、サトルさん。はい、多分僕この中で一番指でやってると思うんで、ここまで来たら優勝したいです。さあじゃあ敗者復活から上がってきたシスターさん、さあ勢いはありますがお願いします。いや僕半年前にここまで来たら僕がプロゲーマーですよって言ったんですけど、もう今度こそなりますわ。もう僕はプロゲーマーです。プロゲーマーさすがプロゲーマー。さあ決勝さん、敗者復活から、上がったシスターさんには、選曲権がなく、3曲で、ガチンコ勝負ということで、それでは、所定の台についていただきましょうか。どういきましょう、 どれでもシスターさんがで、シオンさんが配信台、シスターさんが、筐体の、あれですね、会場筐体の台、画面になります。すみません。で、さあじゃあ一人ずつ発表していただきます。1曲目シオンさんの方から、発表お願いします。はい、スタンドアロンビートマスター。はい、さあ1曲目スタンドアローンビートマスター。さあいよいよ出てきましたね、一度も出ていませんでしたが、1曲目スタンドアローンビートマスター、ようやくという感じがしますが、さあオーバーヒートやコンフィズリーは出てたんですけどね。さあ三中、さあ浩平さんの選曲がダイナスティでいきます。 Welcome to Ruby。 ダイナスティいいとこ来ましたね。ダイナスティ Information。 マッチング画面まで行ってもらって構いません。3曲で浩平さん、ちょっと待って OK、 じゃあサトルさんの選曲を、サトルさんの選曲を、それでは3曲目発表お願いします。ドーパミンで、はい、さあ出るところが出たという感じですが、1曲目、スタンドアローンビートマスター、2曲目ダイナスティ、3曲目がドーパミンで決勝戦を行います。さあそれでは、4名の方マッチング画面までお願いします。盛り上がってますよ。ロコーマ
さあ4名出揃いました。ということで、まずマーカーの確認のみ行ってください。マーカーの確認、さあ泣いても笑っても最後の試合ですよ。セレクションミュージック。さあ奥の2人の確認をお願いします。さあじゃあ行きましょうか。1曲目スタンドアロンビートマスターお願いします。セレクティブエクストリーム。First tune. Ready? Go!素晴らしい。さあ会場大歓声でございます。さあ1曲目が終了しました。ここでちょっとですね、皆さんにご協力のお願いを、そっちの方大丈夫ですか。あ、ですね、KAC 方式で最後に曲カウントダウンつけたいと思います。5から僕が行きますよって言ったらそこから54321で、そうモリッチョになります。さあじゃあ準備よろしければ、さあダイナスティの方から、じゃあ主催のミサギリ君が音頭を取るので5でいいんじゃない。 3? じゃあ3 3カウント3カウントで321で、じゃあミサギリ君が音頭取ります。はい、いいですか皆さん。では、2曲目ダイナスティまで3、2、1、スタート。さあ、会場は大変盛り上がってます。ユーストリームの方はどうでしょうか。さあ、緊張してきました、こちらも。Ready?Go!
さあどうでしょうか。さあほぼ僅差ですね。なるほど。さあそう敗者復活からあるかもしれませんね。これはさあ最後ですね。最後の一曲どうなりますかね。さあまだわからない、まだわからない。じゃあドーパミンですね。ドーパミン。さあ4名の方にはぜひ頑張っていただきたいところです。Select music. さあ準備ができ次第カウントダウンを始めるので、また主催のミサギリ君に変わります。ご協力お願いします。はい、さあいいですか皆さん準備は。じゃあ決勝戦最後の曲まで3、2、1。 Select extreme. さあ泣いても笑っても最後ですね。優勝者が決まります。さあファイナルチューン、レディーゴすいません、ちょっと、最後にですね、マッチングのトラブルが発生しました。プレイの方一旦やめていただいて、リセットはかけません。リセットかけるのか。2曲目までは持ってないよ。あ、このスコア全部、すいません、ちょっとプレイの方やめてもらっていいですか。すいません。ちょっとプレイ止めてもらっていいですか。ごめんなさい。オッケーオッケー、分かった。すいません、こちらの対処を、今から行います。ですね、この後に合計3曲のスコアが出ます。で、今の現在のスコア全部引かせていただきますので、2曲目までの合計は変わらず、最後に1曲ドーパミンのみ行います。すいません、最後の最後にトラブル発生で申し訳ございません。すいません、じゃあ、スタッフの方ちょっと全員のスコア取ってください。ドーパミンの、運営の方お願いします。一人一人のスコア全員取ってください。で引き算して、オッケー、全員取りました。そっち取れたらちょっと最後の画面残してください。最後の画面、You're in first place. Okay. Okay です。じゃあ、すいません。あ、大丈夫です。すいません。すみません、ユーストリームの方ですね、ちょっと、少々お待ちください。こちらで対象を考えた上で発表させていただきます。
ストリーム。そうなの。 Thank you for playing. You need prop. あれで帰ろう。これでユースと今音声入ってますかね。大丈夫ですかね。ユースト、あ、OK です。ちょっと簡単に説明させていただきます。先ほどまでの2曲目の合計点を今計算で出させていただいています。ドーパミンのスコア全部引いた状態で2曲目のスコアまでの合計を出して、今から2曲のモードでマッチングします。で、1曲目にドーパミンを行って、2曲目は誰もプレイしない状態、0点のスコアで、ドーパミンのスコアのみ保存します。に最後に、オーバーヒートと、あ、オーバーヒートじゃない、さっきまでの2曲と、ドーパミンの合計スコア3曲を、申し訳ないんですけど、こちらの方で計算させていただいて発表するという形になります。画面に出力できないんで、数字が申し訳ないんですけど、ご了承ください。すいません。現在スコアの集計中ですので少々お待ちください。現行のスコアは一応伏せておくので、ドーパミン全力で頑張ってくれただけようによろしくお願いします。じゃあ、マッチングの方お願いします。上の方でですね、ドーパミンまでの2曲の合計、ダイナスティとスタンドの、スコアは集計してありますので、ドーパミン次第で、合計点を出して、2曲目の、途中に発表すると思います。もしかすると、集計が遅れた場合は2曲目が流れた場合になると思うので、そこはご了承ください。それでは皆さん、たびたび申し訳ないんですけど、カウントダウンのご協力よろしくお願いします。あ、すいません、機械トラブルで来られちゃって申し訳ないですけど、もう一度だけお付き合いください。では準備よろしいですか。じゃあ改めて最後の曲ドーパミンまで3、2、1。すいません、マッチングトラブルのため、ちょっと遅延してしまい申し訳ございません。First tune. Ready? Go!
さあ最後に見せたドーパミンエクセレント、素晴らしい優秀の美を飾れました、すいませんマッチング障害のため遅れたんですけど、プレイヤーの方に助けていただきました、ありがとうございます。さあ、すいません集計の方を行います。2曲目何流しますか。シオン、シオン、シオン、はい、じゃあシオンさんの、リクエストでシオンを2曲目流します。とりあえずSelect music. Perfect. Select it extreme.すいません、現在スコアの集計を行っていますので、少々お待ちください。ファイナルチューン、レディーゴー。聞こえるなら手を伸ばしていて、はい、現在スコア集計中ですので少々お待ちください。あ、はい、これにてですね、セカンド RC、最終決戦まで終了しました、スコアちょっと時間かかるので、改めまして皆様ご参加いただきありがとうございました、三崎の方からですね、スコア集計 と、閉会式の方を行うので、少々お待ちください。
表彰式を行うんですけど、表彰式終わった後に、みんなでぜひ写真撮影したいので、残っておいてください。そのまま参加者の方、じゃあすいません、決勝ですね、戦っていただいた4名の方は前に来ていただいてよろしいですか。では、右側から順に、感想ですね、決勝戦、セカンド RC の感想を聞かせていただけたらなと思います。ではシオンさんからお願いします。